皆様、私つつでございます。こんにちは。今日はですね、どこにいるかというとですね、こちらにインドアゴルフレンジケーブに来ております。今日はですね、僕のレッスン日になってまして、実はですね、いい感じで、リンゴのアパレル、センスグリップのシダクラブもたくさんあります。今日は先日、対戦で、TRPX さんよりプレゼントいただきました、シャフトフィッティング当選者の方に来ていただいてます。ちょっとこの時間はですね、僕は2階でレッスン中なので、その合間にウォーミングアップをしていただいてます。ではちょっと早速行ってみたいと思います。こんにちは。この度は当選おめでとうございます。よろしければ下のお名前だけでも教えていただけます。彩香です。彩香さん、はい、よろしくお願いします。ご一緒いただいているのは旦那さんで。そうですね、はい、ついてきました。ありがとうございます。ここまで結構遠かったですか？30分ぐらい。あ、そうですか。じゃあそれほど遠くなく、はい、はい、分かりました。ちょっと今日はいろいろシダシャフトが用意してますので、まあ、ちょっと体の話をしていただいて、後でちょっとシダをしていただこうと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみに今使ってるドライバーのお悩みってこうありますか？3年前ぐらいに買ったんですけど、はい、もうちょっと飛ぶようになったらいいなと思って、はいはいはい、新しいシャフトだったらもっといいのがあるかなと。ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。これは後からシャフトは？これはシャフトしたいものを買ったので。なるほどなるほど。中古屋さんというか。はいはい、そうですね。結構古いと思うので、はいはい。そうですね。これを機に新しいのにしたいなと。ジクラのそのスピーダーというのが、あのエボシリーズが出る前なので、でね、はいはいはい。だいぶ古いと思う。これでちなみにそのゴルフ場の感覚的な飛距離で構わないんですけど、大体どれぐらい飛んでるとかってありますか？飛んだら200で。うわ、すごいじゃないですか。もう10飛んだらいいなと思ってるんですけど。すごいですね、女性で。男。もう優さん張りじゃないですか。ああ、はい、そうですね、確かに。青木さんとか優さんとか。ゆうちゃん最近。はいはいはい。まあ、ここですとちょっとこう弾道をですね、シミュレーションで見ながら。まあ、ボールのスピードとかですね、どれぐらい出てるとか結構見れるんで、ちょっといろいろ傾向も拝見しながら、はい。いやーでも200ってすごいな。最近赤 T はもう卒業したんで、はいはい、ゴールドでやってるんですけど、へえ、すごい。前の男の人ってすぐ白でやれよって言いましたね。2打目が違うんですけど。よいしょ。ああ、はい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 。で、あれを嫌気すると、ちょっと今度逆に右にまっすぐ飛んでっちゃったり、みたいな。結局、あんまり広くないと、飛ばすほど振れなくて。はい、ずっと行っちゃうし、ね。はい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 。ブリストね、これもちょっとなんかアスリートっぽいですね。かわいい。黄色くてかわいいです。うん、チキンラーメンね。これルコックなんです。あ、ルコックなんだ。ちゃんとルコックなんです。本当だ。色あ、そっかそっか。はいはい、クラブは、かっこいい。ほとんどブリヂストンで、はい、これだけちょっと古いのを使っています。めっちゃアスリートですね。ちょっと今日はたまたま、あの青木さんのドライバー、あのシャフトを交換する前のものをちょっと入れ替えて、新ドライバーになってちょっと飛距離が伸びて、前のを今メンテナンスで預かってきてるんですね。ちょっとそれ打ってもらいますか、どんな感じなのか。ちっちゃいドライバー。うわ、これです。レアス。すごい色ですね、これ。本物初めて見た。チタンがあるな。この色すごいですよね。そうですね。ちょっとソケットもこだわったキラキラ。確かに。で、シャフトが TRPX ですね。本当だ。なんかちょっと色あって。RR。ちょっと、ちょっと柔らかめの。はい。
多分今使ってるクラブと全然重量が違うんで、ね、軽すぎて、もしかしたら感覚が違った。私結構長めを使ってる。ああ本当だ。短いのかもしれない。全然短い。ああ。距離感がつかめない。はい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 。構えた時のなんか遠さが。ちょっと、はい、はいはい。そんなにあの柔らかいって感じはないですか。はい、柔らかいなとは思わなくて、どちらかというと軽いなっていう感じです、ね。わかりました。計測器がフライトスコップってちょっとより弾道が詳細に出るはずなので、はい、まずちょっとご自身のドライバーから、はい、うわーでもボールスピード53、ほんとあともうちょっとなんですね。もうちょっと早くなるわ、楽になる。でこの傾向っていうのはちなみに、まあ、これかつて弾道が厳しく出てるんですけど、こういう感じだとそうですね、はい、じゃあ今度は先ほどちょっと軽く指導をしてもらった、はい、アフターバンクですね。おー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 
か。すごい。お、55超えた。なんか思いっきり振ってもしっかりしてるから安心感が。力入ると脇開くからちょっとそこを気をつけて。おお、コースでどうですか、旦那さん、これぐらい振ってる印象あります？あー、コースでも結構バンバン振っていくタイプ。なんかでもちょっとスピン多いですね。これはサイドスピンとバックスピンというふうにスピンを分けないので、総数なので。もう一回さっきの戻してみますか。おお、ビート率も高いですね。きっかけが減りましたね。ちょっと向きを調整しました。ちょっとロフトを少し先ほどで立てましたからね。いやー、いい球。これもいい球。こっちな気がします。はい、じゃあ旦那さんもちょっとよろしければ。いいですか、はい、これより結構ちょっと旦那さんもかなり飛ぶ方じゃないですか。ね、割と。おお、かっこいい。ナイスです。あやかのスピンスピンでも違いすぎる。なんだろうやっぱこんなもんじゃない。なんでだろう。サイドスピンが多かった。そうですね、それはありますね。
多いってほどじゃないんですけど。結構どうですか、あのしっかりしてると思うんですけど、軽い割には。しっかりしてますよ、ね、はいはい、全然振れるんで、はい、全然なくなってはないけど。いやお二人とも飛ばしやすっすね。わざわざお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。シャフトはどうしましょう、今回 TRPX さんから。これにします。これにしますか。はい、アフターバーナー、はい、アフターバーナーの、40g 台401の SR? S か、 S です。はい、実はこれはですね、今青木さんが使ってるのと同じパターンになったという世界の青木と、はい、世界の青木と、はい、やっていく。青木さん見てますか。じゅんちゃん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 TRPX さん、今回はご提供いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この度は当選おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まさか当たる、当たるわざわざお越しいただきましてありがとうございます。新井と申します。はい、新井さんでございます。はい、ではではちょっと早速シダを行きたいんですけど、はい、今お持ちのドライバーちょっとお見せいただいて、はい、シムドライバー、はいはいはい、でちょっと僕これだと打ち出しが低かったので、はいはい、10.5 度にして。あ、なるほどなるほど。で少し先上司のつかまりのいいシャフトと組み合わせたらすごくこう気持ちよく振れたので、はい、なるほど。まあ、今のクラブのお悩みってやっぱり飛距離になるんですか。今までずっと 60g 僕使ってたんですけど、今回からちょっと飛距離をちょっと特化してみようということでちょっと軽くしてみたんですけど、ちょっと軽くしたせいかちょっと暴れるようになってきてしまって。あー、なるほどなるほど。おー、ナイスショット。あー、でも飛んでますね。はいはい、下のは一応フェードアイアンとか。これは時々ありますか。ありますね。あー、はい、じゃあもともとやっぱりこうフェードを打ちたい人間なので、やっぱり今みたく左に巻いてしまうと、はい、あー、なるほど、もうその日いちいち怖くて振れなくなってしまう。はい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 。まあですからフェーダーなんですけど、やっぱ左にも行きたくないな。かといって捕まらないクラブだとこう杉玉しか出ないので。わかります。確かに。あー、なるほどね。ちなみにですね、 TRPX のシャフトでちょっと気になってるモデルとか何かあります？いや、実はまだちょっと打ったことがなかった。わかりました。実はホームコースがあるんですけど、はい、ホームコースと自宅の中間にこの間撮影されてたんですけど、リトルグリーンバレー。あ、そうなんですか。はい、があって、先月ぐらい行ったらちょうどこのお店が。そうですね、今リトルグリーンバレーだと TRPX のシャフト全部シダできるんで。ああ、そうなんですね、はい、もう実際現物を見たっていうのはそこで初めてで、まあ実際ちょっとまだ打ってはいないので、はい、今お使いのヘッドでそのままちょっとスリーブで変えられるの で、 そうで、ね、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあちょっと最初は軽めからになりますね。はい、アフターバーナーです。自分が使ってるのでちょっとしっかりした感じ。はい、おー、ナイスショー。すげー届けますね。効かなかったら45、はい、軽いのに振り心地がしっかりしてるって。はい、しっかり叩けます。おー、うわ、めちゃくちゃ気持ちいい、これ。45、おー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 、今日は最高振り上げたかもしれないです。ちょっとこれの 50g 台いってみましょう。ちょっとフレックス的にはやや柔らかめなんですけど、はい、まあ、重量感ですね。ちょっとそちらを見ていただいて、はい、うん、はい、うわっ、また距離が伸びてる。本当だ。重量感で言うとやっぱこれぐらいですか。そうですね、はい、まあ、もうちょっと硬さはあっていいと思うんですけど、はい、すごい、いつもコース出るような強さ。
それで大体こうすっぽい感じの空気です。そうですよ、はいはい、ちょっと高さが出てるのは多分柔らかさのせいだと思うんですけどね。あ、それで上に出ていっちゃう、はいはい、タイミングどうでしたか。こうテイクバックしたら絶対の位置がすごくよくわかるので、あの切り返しのタイミングがすごく取りやすい。ちょっと相性良かったんですかね、もしかしたら、はい、ありがとうございます。じゃあちょっともしよろしければ、はい、センスグリップも今日したパターンなので、あ、ちょっとぜひパターンを、ちょっと僕は試したかったです。僕はあの結構まっすぐ立つのが苦手で、ボールに三本線を引くタイプなんですよ。はい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 、でこう普通にしてこう構えてしまうと自然と自分は右に向いてるんですよ。あ、なるほど、引っ掛けて入るみたいな、はいはいはい、シンプルにセットアップできます。グリップでフェースを感じやすいというのがあるので、真四角の方が多分そのフィーリングを重視される方にとってはいいのかもしれないですね。自分はもともと結構太めのグリップが今使ってるので、としては選択肢からするとやっぱこっちのちょっと長い方が、こっちの方が違和感がやっぱ少ない感じがしますね。でおそらくピンタイプの細いグリップ使ってる方なんかはこっち使うと結構使いやすいかもしれないです。なるほどね、はい、おお、シャフトもすげえシャフトがそうです、この組み合わせ結構ですよね、はい、ちょっと興味すごいあったんですけど、コンビなんですよ。はい、すいません、じゃあ今日はいろいろありがとうございました。ありがとうございました。いいですね。フェザーの髪がちょっとつく軽いフェザーシャフトのモデルに決まりました。軽量ですね、はい、じゃあこちらのシャフトをあのお持ちのクラブにっていう感じですかね。はい、はいはい、わざわざ今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。